なんとマダム達人さんにやってきました。でかくない？でかい。ねえ、やばいって。え、これ身長何センチ？身長柔らかなダイヤモンド。わ、すごくない？恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ。はい、ヘイヘイヘイ、ふぅー、ヘイヘイヘイ。ミキちゃん、おすごくないこれ？やばい。こんなにゆうこさんとまゆさんをバックにして踊ることなんてもうできないから。センターじゃん今。今だけね、うん、俺ら限定はい、俺ら限定新センターということで、はい、ここなんとマダム達人さんにやってきました。イエーイ。ここではね、等身大フィギュアがたくさんこう展示されている。なるほど。だからここはゆうこさんとまゆさん、すごくない？まあ、いろいろこういう紹介しながら、はい、ゲームがねここにあるみたいなので、うんうんうん、ゲームを村重さん対私で対決して、はい、負けた方がお土産をおごるっていう、うん、いいよ、対決をしようと思ってしましょう。なので今から行ってみたいと思います、はい、ミキ、シゲ、俺らパンパカパンチ。俺らこんにちは。こんにちは。保とうって書いてある。本当だ。ソーシャルディスタンスって書いてある。ソーシャルしよう。ソーシャル。分かった。ボルド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 。すごい。すごいさ、見て血管まで再現されてるんだけど。これあれじゃないですか？対決じゃない、対決のゲームのやつかな。ゲームのやつ。これウサインボルトさんは 9.58 秒走ったんだよ。100メートル。100メートルを。で、なんかこれをこうやって 9.58 を当てようっていうゲームなんだけど、うんうんうん、やっぱ村重さんといえばさ、HKT の12秒じゃん。あ、どっちが12秒に近いかっていう1個目の対戦ね。あ、やろう。よーい、スタート。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、それまで君が守る。止めてない、止めてない。あ、でも、あ、でも12、え、止めてなくて、え、あ、じゃあもっともっと遅い。よーい、スタート。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が守っていたも。13秒11。どう考えてもミキちゃんの方がじゃあ勝ちってこと？そうでしょ、どう考えても。どう考えてもそうでしょ。なんか情けないわ、現役として。情けないよ。じゃあここで私が1ポイント。ポイント、はい。あれ、ねえ、ゆずるじゃん。やばいんだけど、ゆずるいるじゃん。いえ、なんか調子すごいとか言って。すごい、ゆずる選手だ。ゆずるって術つけてんの、いつも。術、確かに。こんなキラキラついてんだね。ゆずる細いね。呼び捨てすな。どうなんですか？あの時の、あの時のことは何だったんですか？あれはホテルの帰りでした。うわみたいな感じ。あ、どう？好きになっちゃう。マジ？うん。あ、やばい。やばいでしょ。心打たれた。この分厚さいいね。結構安心する。わかる。これ横に置いて寝たいもん。細い。どう？今日のモーニング。あ、いい、いい。ティファニーの朝食で的なテンション。トム・クルーズってこんな顔なんだ。これ乗れるらしいよ、後ろ。乗りたい。乗ってみて。ねえ、スラムでバー行くぜ。おぉ、これは石川祐希選手、バレー選手だね、うんうん、でかくない？でかい。ねえ、やばいって。え、これ身長何センチ？身長何センチなんだろう。192センチだって。かっ、あ、どういう
350だからここまで飛んだんだよ多分。ここまで飛んでブロックしたってことですよね。やばいね。だってことでしょ。普通届かないよね。じゃここで2個目の対決やります。え、マジ、うん、そうなんですか。このジャンプの到着地点までどっちの方を近づけるか。あ、いいよ。では行きます。助走つける。しかもバチンになったよね、うん、あのね、上から3つ目のマスだった。上から3つ目、うん。村重さんの勝ちだわ。でもさ、半分も超えてないわ、私たち多分、うん、雑魚だね。あれ、あー、これ見たことある。ビビのインスタライブとかでさ、よく見てた。ねえ、これさ、モデルウォーキングできるやつじゃん。あ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、いいね、いいね、写真撮られてるよ。ちゃんとポーズ決めて。お、いいね。ああ、できた、できた。すごい、すごい、すごい。いや、いいね、いいね。すごいブレス。見るとやっぱ前田さんだよね。2000万。え、これ1人、1対2000万。ちょっと抱きつくもんじゃないね、これ。壊したらもう2000万。だって俺らもう2000万とかマジで80年ぐらいかけてじゃないと払えないよ、ね、全部2000万ですか。前田さんが2000万ですか。全部2000万です。ここにフィギュアを作られる基準って何なんですか。スターっていうあれですね。あ、スター、うん、確かにな。スターが集まってる。ここに座ってフィギュアのプリしたいもん。え、テスターに紛れて本物が本物がってことはさ、48からそもそも3人いるってことはすごくない？だってアイドルさ48しかないじゃないですか、ここ、うん、すごくない？すごい。モームスさんでもなく AKB って、嬉しい。なんか、うん、なんかまさきの連れみたいな。あ、確かに、まさきの女。まさきの女です。クイズ出します。はい。このフィギュアに、フィギュアの一部が人間の実際のある部分が使われてるんですけど、どこだと思います。え、それは須田まさきさんの。あ、もう全部ですね。あ、須田まさきさん本人ではないんですけど。あ、人間の。そうです。なんだと思う。歯かな。歯、うん、歯。村重さんは歯ね。歯だと思う。髪の毛。正解は髪の毛です。イエーイ。人毛ってことですか。そうです、そうです。眉毛とかも。ちょっと眉毛も。手袋越しに触ってみてください。あ、でもちゃんと毛だわ。すごい。まさき、定期的に洗って。あ、シャンプー&リンス。そうですね。すごくない？あれ、わー、すごい。
じゃあ、うん、私はこのトロフィーにしていいですか、村重さん。はい。これね、ここに名前をね入れれるみたいなので、そう。だからここに来た思い出として名前を刻んでもらえるという。あ、いいですね。これで、まあ今日ね一周回ってみましたけど、どうでした？本物に会えた気分になって。確かにね。すごい楽しかった。楽しかったよね、なんか。私なんか芸能人にやっぱ会えるって嬉しい。本当に本物みたいだね。本物見たことないけど、うん、もうリアルで。でも優子さんも真由さんも前田さんもそっくりだったよ。そう、私たちが見合ってるのにそっくりって思うってことは、うん、全部本物にすごいそっくり、うん、それをね体験できるっていう、実際に会えるっていう、しかも触れたり抱きついたりとか、写真も撮り放題だし、すごいねいい思い出になると思います。確かにいろんな人に来てほしい、来てほしい。こちらお台場のマダムタッソーの、詳細は、概要欄に書いてあるので、はい、皆さんぜひチェックしてぜひ行ってみてください。はい、バイバーイ。ひろあき誰？パパ。パパトロフィーになっちゃった。